知床遊覧船の社長桂田精一容疑者は業務上過失致死などの疑いで先月18日に逮捕されました桂田容疑者の弁護人は証拠隠滅や逃亡などの疑いがないにもかかわらず身体拘束をするのは不服だとして交留却下を求めていましたが棄却されていましたその後弁護人は桂田容疑者の交留延長決定に対しても特別抗告をしていましたが今月3日 最高裁が特別広告を棄却、桂田容疑者の交流延長を認めました。